はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして、お久しぶりです。えー、本日ですね、一見っという銘柄が配当狙いで保有できるかなというところで、動画でご紹介していきたいと思います。はい、まあ、こちらの会社なんですけども、配当にもり5.1%も出ているですね、商業施設だとか新築の、まあ、建設施工を行っている会社になっておりまして、まあ、非減配期間が非常に長いですね、まパ、あ、ーフェクトコードだけで見ても、まあ、11年。 続いていてるというところで、まあ、基本的に増配基調の銘柄になる、えっと高配当銘柄というところで、配当狙いで保有しやすいのかなと思います。はい、でかつですね、10、え、月、っと、にですね、貯金情報修正を出してきておりまして、増配も出てます。まあ、通期予想の方は20億アップしているという形になっており、えっと、配当のところもです、ねえっと、10円増配してくれました。 はい。というところで、えっ、ー、と、まあ、こちらの一県という会社がですね、まあ、配当と非減配期間長いというところで、配当狙いで保有しやすいのかなというところで、まあ、詳細深掘っていきたいと思います。はい。で、こちらの会社は時価総額156億とですね、非常に小さい会社になっています。まあ、株が2100円というところで、PR が6.2倍、PBR が0.6倍という形で、まあ、非常に割安な銘柄です。はい。売り上げとかはですね、そこまで大きく、あの、 成長はしてないというところなんですけども、まあ、安定して売り上げ稼いできてくれているというところで、えー、とこんな感じの推移になっております。若干ちょっと利益率が最近下がっているというところが気になるところですかね。はい。まあ、これは原材料価格高騰とかの影響をもろ、まあ、に受けているというところになっております。 はい、で財務上級自己所有率は46.3%という形になりますので、まあ、40%基本的にあれば、まあ、財務大丈夫だよねというところでこちらは問題ないのかなと思います、まあ、あとあの設立日がですね1930年になっておりまして、まあ、なんと2030年で創業100周年というところで、まあ、この100周年記念とかも地味に気になるところですかね はい。で、EPS とかも、はい、こんな感じで判定してきておりまして、まあ、配当は前述、えー、ご報告した通りです。で、自己承認率の推移かかも右肩で、あの、上がってきてますので、まあ、財務もどん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 盤石になってきていると。で、その理由としましては、ちゃんと EPS 稼いでいる。はい。毎年利益稼いでいるので、まあ、その結果現金とかが増えていて、しっかりと財務状況が良くなってきているというところが見て取れるかと思います。 はい、で、一見の、これは中継ですかね。まあ、2030年に向けて、えー、と中期経営計画というところを立てておりまして、その、えっ、ー、と、2025年までの経営目標という形になっております。で、ここですかね。 はい。まあ、ポイントシートというと、ここになると思うんですけども、まあ、いろいろ基本方針とか、まあ、あの、事業の施策とか、こうやりますよというところが書いておりまして、まあ、経営目標のところの、えっと、財務目標ですかね。まあ、基本的に配当政策、配当成功というところが、まあ30、30%目度っていうところを、えっと、基本方針としています。 はい。で、過去の推移とか見ていきますと、基本的に増配っていうところをですね、まあ、減配しないっていうところをこの会社は、まあ、かなり注視されているっていうところで、まあ、実際に安定配当っていうのも配当政策に掲げてるんですけども、まあ、あの、利益が若干出なかった年とかもですね、配当成功を40%とかに引き上げて、まあ、配当金出してくれているてところになりますので、まあ、あくまでこの配当成功30%っていうのは基準でありまして、 うん減廃期間をなるべく出すね。減廃しないっていうところの方が、まあえー、と重視してるんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと過去の実績から見て取れるのかなと思います。はい。で、アロイの方が8%以上っていうところになっておりまして、最近ちょっとアロイ減と減っているっていうところがありますかね。はい。理、まあ、ーとしましたは2つありまして、じゃあ,あの、単純に利益が下がってきているっていうところと、あ えーリックが下がっているところですかね。ごめんなさい、一つだけでした。はい。えー、っていうところがあり、まあ、ここは、あの、原材料価格の高騰とかの影響を受けているというところがありますので、はい、まあ、あのそことかの、えー、改善ですかね。な、まあ、なかなか 原材料の価格を下げるのは難しいと思うので、まあ、経営効率化っていうところで DX とかを推進して、まあ、ROE 改善していくぞみたいなところがありました。まあ、あと自社株とかをすれば、まあ、単純に自己資本が減りますので、えー、とそういう観点での,の ROE8% 以上目標達成っていうところもできるのかなと思います。 はい。利益率は若干今3%ぐらいという形で、ここ最近、あの、原材料価格高騰の影響を受け下がってきているので、ここら辺も5%目処に目指すぞと。で、売り上げも、まあ、成長させるぞっていうところで、まあ、2025年までの経営目標が立って、あの、立ってます。はい。まあ、なので、まあ、今よりも、まあ、より良い目標を立てているっていうところと、まあ、配当金のところは、まあ、減配しないんじゃないかなっていうところで、えっ、ー、と、この銘柄いいんじゃないかなと思います。 はい、でこれが昨年2022年第4クオーターの決算単身の説明資料で、まあ、こちらの方にも、はいまあ、配当成功30%程度目標にしていて安定配当というところを主眼にしますというところが書かれてますね、はい、で8月9日に出ている決算単身ですね、まあ、ここからちょっと気になるポイントだけかいつまんでご紹介しますが、はいえっと、決算単身第1クオーターの時は売上高営業利益ともにですねえっとまあ 現役基調だったっていう形になります。で、理由としましては原材料価格の高騰の影響を受けんですからね。はい。で、えー、っと、まあ、配当のところは先ほど申し上げた通り配当数を受けて、通期では一応、はい、見通しのところはプラテンするぞっていうところなんですけども、まあ、なんと情報修正が、あの、10月のタイミングで出た、出たっていうところで、まあ、ここのあの、 1> 第1クォーター第2クォーターの進捗率が悪いっていう懸念はもう腐食されたのかなと思います。はい、でですね、えーと、バランスシートを見ていきたいんですけども、えー、とまず、リード資産現金だけで、えーとまあ、昨年は116億あったんですけど、今は75億という形で、75億円現金持ってます。 1、はい、で一件自体が、ね、156億ぐらいの会社になりますので、だいたい時価総額の半分ぐらいは現金ですね。受け取り手形とか完成工事未入、えっと、未収入金等という形で、まあ、将来お金が入ってくるようなものですかね。まだ受け取ってないけど、将来受けあのお金が入ってくるようなものが352億という形で、これ時価総額の倍ぐらい、はい、倍以上あるというところで、まああの 短期的な現金っていうところは全く困ってないかなと、はい、思います。はい。で、負債のところも260億ぐらいになりますので、まあ、1年以内に入る、えっと、現金ですかね、500億あるっていうところで、まあ、短期的には借金とかも、はい、あの、経営のお金のやりくりっていうところは問題ないのかな、ところが、まあ、ここら辺の資料から見て取れました。はい。ぐらいかな。あ、あと、ここですね、受注高。 受注高、売高上っと時期繰り越したかってところですけども、まあ、基本的に2022年期よりも今期の方が、受注高もですし、受注高とかも増えているというところで、あの市場活況ですね、はいまあ、特に一見から見ると、まあ、ど,んど,んどんどん受注高が積み上がってきているというところと、まあ、あとあ、情報修正のところであの話もありましたけども、 はい、資材価格の高騰とかはありますが、まあ、売り上げが単純に上っているっていうところと、まあ、工事の採算性っていうところも改善してきているっていうところで情報修正出していますので、はいまあ、受注高が乗っかっていて、えー、と改善もしていてい利益率の改善もしていて売上も好調だっていうところで、まああのー、報告がここにもありましたと,、はいまあ、というところがありファンダメンタルズ観点だと懸念、まあ、気になるポイントないですかね。 はい、でテクニカルも見ていきたいんですけども、1見のチャートこんな感じになっておりまして、基本的に移動平均線もすべて上向き状態というところで、あのー、パーフェクトオーダー、はい、あの好調です、上昇トレンド入りしている銘柄です。でかつトレンドライン、直近の高値だったところも、今回の情報修正を受けて一気にあの上がりましたので、はい、200円ぐらい、150円ぐらいですかね、上がったというところで、ここの直近の上昇 トレンドラインというところも超えてきているので、まあ、上昇トレンド入り、まあ、さらにしやすい環境になったというところがあるかなと思います。はいまあ、短期的には若干気になるポイントがありまして、えーと、改ざんですかね。はい、改ざんの方が10月時点で8万4500株ぐらいあるというところで、まあ、情報修正の翌営業日の 出来高を見てみますとここに載ってるんですけども、まあ、3万2500株っていうところで、まあ、改ざんの2分の1半分ぐらいの,あの出来高しか出てきてないっていところで、まあ、多くは多分ここ、えー、と情報収正出たタイミングで、あのー、信用買いしてる人も売ってるとは思うんですけども、まあ、その解除がどのぐらいされているかっていうところが若干懸念ですかね、まあ、つまり改ざんの影響でやや、あのー 株価の上値が重い可能性はあるかなと思います。まあ、しかしながら移動平均線ばっちり上あの上向きですし、トレンドラインも超えてはいますので。まあ、含み益の人も非常に多いっていうところで、まあ、ここは買っちゃっても問題ないのかなと思います。はいまあ、先週末下落はしていますけども、もうん、多分超えてくるんじゃないかな？というところがテクニカル的な予想ですかね。 はいまあ、非常に綺麗なチャートです、まあ、週足とかで見るとこんな感じになってまして、まあ、過去の高値は超えれてないっていうところはありますが、はいまあ、EPS 観点でもあの過去の、えー、EPS を超えれてないっていうところはありますけども配当観点だと、まあ、最大の配当を出してきてくれていますのではい狙いたいかなっていうところです。<laughs> はい、簡単でありますか。以上となります。気になった方はぜひウォッチしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。